9時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領、報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。大統領、大統領閣下、アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては？馬鹿げた考えです。次の質問をどうぞ。大統領閣下、軍の 60% がアンドロイド兵という情報がありますが、そのような状況でも国の安全を守れると言えますか？アンドロイドの信頼性が疑問視され始めてから、軍の全アンドロイドの活動を停止し、国家警備隊を招集、兵力の強化に充てています。現在軍は問題なく稼働しており、国民の安全確保にも影響はありません。どうも、これで終わります。モデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし、どれ。ついてこい、連れてってやる。どうも、でも一人で行きます。そうか、だが命令なんでね。Thank you.
捜査官54-31階へ。声紋認証を完了。アクセスを許可します。ID と行き先を提示してください。捜査官54-49階へ。声紋認証を完了。アクセスを許可します。